上嶋先生は常々合気道は日本の武道を正すんだ、そのために生まれてきた武道である、こう言われておりました。これは当然のことで、人を倒せば勝ちとする、倒せばよしの武道から合気道は人を作り育てる武道であると、このような大きな方向転換をした武道でございます。これで支え、足腰の、そしてそれ腰を切って、体を半身にする。刀の扱うものとして刀の基本姿勢、居合においては胴作りといいまして、目付け、抜きつけ、切りつけ、この3点重点を置いて自分の基礎姿勢を作ると。ひょわっと前に出る。次に清本命、つけ込み、これは合気道の正面打ち小手返しおよび次の小手返しより取ってあります。